食を作ってみようかしら。ピピピピピザピザサマービーチバーベキュー、チチチチチキンチキンチキンウィングスオーマイヤー、ピピピピピザピザサマービーチバーベキュー、チチチチチキンチキンチキンウィングスオーマイヤー、そうめんステーキピザトーストおにぎり、いつもどこでもソーダかチキンウィング、虫肉リリソテーボイルフライ炒め物、すぐに今すぐ全部ちょうだい。テストは終わり、もうすぐピーナー、ピピピピピザピザサマービーチバーベキュー、チチチチチキンチキンチキンウィングスオーマイヤー。やっと試験問題ができたわ。お腹空いちゃった。もうみんな寝てる時間ね。しょうがない、たまには自分で夜食を作りましょう。嘘、インスタントラーメンしかないの？ああそっか、みんなはテスト勉強で買い出しどころじゃなかったわね。だけど夜食といってもこれだけでは寂しいし。あ、これさえあればインスタントラーメンも豪華な夜食になるわ。あの頃はこんなランチョンミートの缶詰でさえ贅沢品だったわ。任務執行中に遭難し、それが最後の食料だった。まだ食べてはダメ。あの時私は自分にこう言い聞かせた。生き残れば毎日ランチョンミートが食べられるわ。サンドイッチ、チャーハン、それから猫か、無事か。少佐、姫子少佐。ま、ふか、まだ寝てなかったの？明日はテストでしょ？キッチンから物音がしたので、ランチョンミートと卵ラーメンを作ろうとしているのですか？え？ランチョンミートと卵ラーメン？このラーメンにそんな名前があったなんて。私の故郷ではそう呼ばれています。なぜメガネ？両面がちょっと焦げるぐらいが好きなの。あ、まだお湯を沸かしてないわ。それに目玉焼きも作らなきゃ。どうしよう。姫子少佐、ここは私に任せてください。負荷の動きは相変わらず無駄がないわね。目玉焼きぐらい誰でもできますよ。片面だけ焼きますか、両面にしますか？片面で。レタスも乗せるといいですよ。ありがとう。こんな簡単な料理も手伝わせてしまうなんて。先生なのに生徒のみんなに甘やかされているわね。とってもいい香りがするわ。すごく美味しいわ。よほどお腹が空いていたんですね。でも、あの時ほどじゃないかな。あ、そうじゃなくて、昔とは違うっていうか、なんか想像してた味と違うんだなって。ごめんね、こんなこと言ってもわからないわよね。いいえ、わかります。なんとなく理解できます。どんなものでもこの世で一番おいしいって思える時があるんですよ。